はい、どうもです。投資のメディアペラントスです。やっていきます。やっとね。俺、今年こそはマジでやれると思うんだよね。マジで。順位なんて見ても見ない。うちのちょっと戦力を見てみよう。今年はマジでいけそう。エースガルシア。徳のおじさん。2番手西。赤徳おじさん。36歳。さあ、まず高い。若手の球が遅い若手。4番手話した。本格派。若手上、そして藤波はコントロールが良くなった。だが赤い。そして前剣おじさん38歳。そして中継ぎ今村おじさん。そして二刀流横森、まあ、打者としか使わない。多分投手として投げない。そして大谷、こいつも投手として中継ぎでは投げない。大谷おじさん、大谷32年。大谷が衰えたら終わりだな、この縛り。そして才木のび A おじさん28歳だった。そして望月と才木が被るんだよな。28歳と29歳。そしてエスコバおじさん、外国人おじさん。そして雲中継ぎおじさん。そして菅原 V スライダーおじさん菅原。そして抑え田中おじさん。どうしよう、抑え田中おじさんがダメになってきた。新しい抑えのおじさんを探さないといけない。前剣に抑えってものかな。前田おじさんに抑えってものかな。ガルシアおじさんでもいいな。あのベテランで先発できなくなったやつらを抑えにするっていう縛り、そういうのもやっていきたいな。前剣って同い年なんだよな、マー君と前剣って。どっちも衰えるの同じぐらいな気がする。エスコとか抑えできないのかな。34か。35、おじさんしかいないんだけど、うち。若いやついないの。若い抑えできるやつがいねえ。そして野手。1番根本 CCABD 強。なんだこいつ、もともとミート G だったのにね。そして二刀流横森背番号86、監督かな。そして大谷、言わずも知れぬ二刀流。そして藤谷、外野からサードにコンバートした男、阪神の。そして足を怪我して走力がいいまで下がった男だぜ。そして純粋なピッチャーからの転向、前田。まさかパワーが B になるとは。パワー F34 から B70 まで上がりました。そして室田、徳のおじさん。タイタリ B、アベリシタ固め打ち。だがミートはいい、パワー I、パワー F。そして万世三田村、呼吸は強い。あと阿部人タイタリを持っている。そしてキャッチャー A、牧。頭脳しかないゴミ。肩が強いのと152キロを投げる。あと頭がいい、それ以外はゴミ。バッティング能力に関してはゴミ。このメンツならマジでいける気がする。今年はそこそこ。誰か見たいな。でもやっぱ二刀流男見ようぜ。横森そういえば見てなかったね。横森の打ち方も変えたいな。なんかイチローみたいな、イチローとかそっち系の背番号も変えたいしね。登録名変えない。まあ、背番号まず変えよう。めっちゃかぶってるんだが、柳沢は27で、菅原は46、公文が44。 OK、 マークは87なんだよ。マーク18あげない ?18 誰つけてんの?お前か。前剣11あげようよ。あ、大谷11か。前剣21、22、23で。二刀流。横森は、一桁あげたいな。うち一桁全然いないな。
めっちゃ余って、1桁全部余ってるんだけど。1番で藤谷が5でしょ、で根本が9でしょ、三田村に7あげよう、いや6あげよう、根本センターやってほしいし、8だな。高校野球みたいになってる、背番号が高校野球みたいになってる。牧は2でしょ、そのあとこいつ1じゃないの、こいつレフトだから7か。横森ファーストでもいいかな、でファーストにしてはちょっとあれなんだよね、パワーが低いんだよな。まあそう言ってうちのファーストはパワー F だけどね。川越に9あげよう、そんな感じか。でフォーム、横森のフォーム変えたいんだよね。登場シーン好き、おお、あ友沢とかっこいいな、でも友沢のパワーないんだよな、なんかあんまパワーなさそうなやつ。いかに守るとか、いかに守るとかよかったな、ひじりちゃん。お、イチロー、これイチローか、めっちゃイチローっぽい。これはなんでみんな足元鳴らすんだろう。でもかっこいいね、なんか。おお、素振りしてる。お、1、2、3、4、誰だ誰だこいつら、誰だ、真っ黒鋼感佐奈歩美、井筒愛愛希、雷徹、新島咲希、かわいい新島咲希って名前が。一郎にしよう、一郎の打ち方にしました。じゃあこいつを見るしかないな。おい、なんでお前は絶不調なんだバカ野郎。大谷ここ先発させようか、開幕戦だけ、開幕戦だけ大谷先発で。9番だな、マルティネスがセンター持ってるんだけど、巨人の。あ、そういえば広島の人的保障長野になったらしいね。まさかまさか長野になると思わなかったね。いや、内海が抜けて長野が抜けるって、2人とも巨人が好きで巨人に入った選手2人とも抜けるってね。しかも長野なんてドラフトで2回ぐらい断ってるもんね、他の球団巨人に入りたいっつって。でやっと巨人に入ったと思ったら巨人から出されるっていうね、やばくね。まさか広島が長野取ると思わなかったね。長野って年俸結構高いんじゃないの、1億ぐらいあるでしょ、1億以上あるんじゃないの、長野って2億ぐらいあるんじゃない、2億とか、それぐらいの2億を出すんだっていう、広島は長野に対して。だって丸に、丸の年俸が今年が2億なんぼとかじゃないの、長野ってそんな変わんないじゃないの。長野って年俸何ぼ、何億なんだろう。俺のイメージ2億ぐらいあると思ってたんだけど、今はもうないのかな。あの首位打者とか取ってた絶頂の絶頂期、全盛期は2億ぐらいだったけど、今は長野もっと少ないのかな。宇都宮は確か1億ぐらいじゃん。まあ1億のピッ先発ピッチャーなら全然取る価値あると思うんだよね。でも長野ってセンター守れないでしょ、もう。カープはだってライト鈴木誠也がいて、でレフトは松山かバティ、バティか松山かバティがあるでしょ、レフト。でファーストも松山かバティでしょ、あとファーストメヒアもいるしね。そうなるとレフトセンターじゃない、やっぱ穴野間がセンターに行くから、その穴のレフトを長野に守ってもらうってことなのかな。あ、でもまあ右の代打がいないのか、カープ堂林、メヒア、メヒア、メヒア、堂林、メヒア、足もずる、まあ、そう考えたら右の代打が弱いのかもしれない。
で右の代打に広島が1億も2億も払うか金を。カープも球団として変わってきたのかな。それか今回の丸は布石で、今回あの丸の時にベテランを取ることによって次若手でプロテクトされる外されることをかけて、今回はあの布石で長野を取ったっていう作戦もあるのかもしれないな。やっぱ一応かみたいなのが取れたら一番いいもんね。長野って年俸なんぼなんだろう。と横森全然打たないマジで。長野年俸全然打たない。 1.6 億でしょ。じゃあ2013年じゃん。なんでお前2013年のなんで2018年、2013年の長野の年俸が出てくるんだ。一番最初に2億2000万じゃん。たっけえ。1億9000万から2億2000万まで上がってカープ2億2000万で丸じゃない。丸って去年2億5000万ぐらいじゃん。まさ か広島がそんな丸 2.1 億円じゃん。2018年、でもさらに1億5000万獲得してんのか人的保障で。ってなると実質8000万で長野がもらえるってことか。おー、そういうことね。へーっつってね。あー、広島もちょっと思い切ったね。おもろいね。結構おもろいこと。大谷すげえおもろいことすんな。広島もなかなか盛り上がったよね。え、長野ってなったもんね。まさかの西武が打つ身とって、まさか広島はやっぱ若手取るんじゃないかなと思って、松原とか言われてたもんね。まあ、それ取るか、それかまあ中継ぎのやつ吉川とか取るんじゃないかなみたいな、そこら辺を取るのかなと思っていたんですけど、今村とかそこら辺欲しかったんだけどね。まさかまさかの長野を取るって、ね、いやーびっくらこいたね。しかも長野外れるんだね。長野って外れるんだな、プロテクト。それもびっくりだけどね。だってあいつ去年2割9分で十何本とかホームラン打ってたでしょ。そこそこやってたでしょ巨人の中では。阪神に来たら4番打てるからね長野。長野阪神行ったらいいのにね。阪神トレードしない、なんか誰か長野となんか誰かください。北条ください。北条、長野と北条トレードしませんか阪神さん。あー、長野と北条じゃダメかな。なんか誰か若手のピッチャーをください。ピッチャーカープピッチャーかな、ちょっと弱いんで。ピッチャーくれ、ピッチャー誰がいいんだろう、誰だろう。阪神の若手のピッチャーで期待のピッチャーで、そこそこそんなに試合出てないっていう、試合出すぎたら出してくれないから阪神が。ガルシアがダメだ。大谷使おう。マークすごっ。5点台また一発ついたのお前バカ野郎。せっかく一発取ったのに。高橋遥か行ってみるか、一回先発。かわいそうだしなこいつ、ずっと30年間ずっと2軍にいるからな。せっかく一発消したのにすぐ一発つきやがったな。ビハインド、リード時、リード時、ビハインド、リード時、リード時、守護神。2割並ぶ、2割5分1で2本0割8分2厘、やば。251か2773、277が打ってんだよね。前田くんのが打ってんだよな。また最下位かい結局今年も。水尾並木が乗るより、おルーキーじゃん。スロースターター持ちのルーキー。
一回藤浪落とすか。並木はファーストだよな。並木を6番ファーストで。根元の打率が持ち上がってほしいな。ミート B まで上がってるからな。ミート B まで上がってるの。根元めっちゃ上がってない。 今何上げてんのお前。ミート上げてんだ。もうミート上げなくていい。安倍表覚えるか後で。守備鍛えるか。意外と守備型なのかな。ミート型なんだ。じゃあミート鍛えるか。根本がミート型なんて知らなかった。ミート鍛えよう。おお出た。以前の感覚が戻ってるやつ。やーつ。なんか能力上がるやーつ。どこが上がったのかわからない。ミートが上がったのかな。でもすごい、BBEBE ってほんまサーズだな。いいサーズに なったな。そして3割3分3厘。そしてホームランは0本こいつ。333、1335、3が多いな。2割4分9厘ね。2割9分8厘か。1番に置いて、2番に置いて、3番に置いて、4番。こうなると1番が大谷でもいいよな。でもこいつはチャンスに強いんだよな。そうなるとこいつ3番に置いて4番に置きたいよな。こうしたいよな。こういう打順組んでもやっぱチャンス B を生かしたいよな。チャン B を生かすとこうなるんだよね。打順的にチャン B を生かした打線。これががんばってくれ。なんとかなんとか頑張ってくれみんな。どうしようか。今年俺やれると思ったんだけどね。最下位脱出できると思ったんだけどね。とりあえずじゃあシーズン終了まで行くか、終盤ぐらいまで行こうかな。よーし、3位じゃなくて4位。初の4位です。いや初めての5割いった。67勝70敗か。でもだいぶ強くなった。うちめっちゃ強くなったくね。首位と8ゲームだよ。いける。来年こそ強くなった。だいぶうちがピッチャーも良かった。西 3.13、 13勝10敗高い 2.45、 14勝9敗エース。こいつはエース。そして高橋頑張ったのは 3.35、 8勝5敗で、藤波が 3.79、 4勝8敗、才木 2.76、 3勝3敗13ホールド 1セーブ。先発に中継ぎにフル回転。先発は8登板結局してくれたね。最後からローテ入ってで前剣先発で14、中継ぎでも登板してるんだ。大谷今年微妙だったな。投手としては望月良かったね。中継ぎ陣は良かったんだよ。菅原も良かったし、ガルシア柳下がちょっとダメだったな。あと頑張ったのはエスコバー。1年間1軍にいて6イニングしか投げてない。もう一人ひどい人が1年間1軍にいて1イニング投げてません。こいつはまあこいつはしょうがないな。そして久保も1年間1軍にいて 1試合も投げてないんだけど、なんでこう偏るの。なんで60イニングとか投げてるやつがいいのに67イニング投げてるやつがいて、隣に 0試合も投げてないやつがいんの。まあまあ打者の方は横森が覚醒した。3割2分7厘15本。ほら15本打ってる。打率の割に出率低い。だから OPS 伸びられるか。大谷いいね。3割35本108打点。根本3割12本。前田2割9分20本。藤田2割8分18本。今年マジで投打かみ合った。見た目の2割7分5に13本。今年マジで投打かみ合ったな。前剣2割1分4厘。いい年だった。今年はマジでとてもいい年だった。逆に今年を超えれるのかっていう。
これでも優勝できないのか。アドゥアがベストナインやってる。大谷がベストナイン。ゴールデングラブにし、毎年。アドゥアが MV、またと、お、アドゥア2年連続 MV じゃないか。最短だよ、ここは。じゃあ、アドゥア2年連続最多勝か。アドゥアすごくね。どうした、アドゥア。アドゥア。アドゥアが覚醒している。アドゥアの能力見ようぜ、アドゥアの能力。2年連続最多勝、アドゥアとか、そんなことある。あー、FA 宣言やめてくれ。根持つ。望月。やめろ、お前ら。野手はぜ、望月は最高 OK。まあ、嫌だけど、最悪 OK。アドゥア、アドゥア、次よ。159キロ。アドゥア、守備 F じゃん。アドゥア、守備うまいでしょ。これが優勝チームのオーダーか。あー、すごい上林。メヒアス。メヒアめっちゃ強いの。2割並ぶ42本。52本、高橋。高橋めっちゃ強くなるよな、パワープロで。キャッチャー多くねえか。中村翔成くれ。使えないけど。よーし、金が増えた、金が増えた、金が増えたぞ。大谷2億5000万、安っ。大谷2億5000万、安っ。なんで？まあいいよ。ガルシア4号。ガルシアもうこれ衰えたな、無理だな、もうこれ。一気に最低年俸で。前券9000万、前券7000万でしょ。マー君引退か、もうどうしようもないな。監督マーさん監督。野手が軒並み多分年俸上げてくんだよね。1億4000万。クモ引退か。投げてないもんね。まだやれるでしょ。クモ大月。早熟31歳衰えてる。クビだな。思い切ってクビにしよう。こいつ万世だからまだまだやれる。3000万。イマムもだいぶもう厳しいな。あとは得の要因として頑張ってくれ。最近は頑張ったな。3900万。西も頑張ったな。4000万。1年間だけ活躍しただけでこんな上げてくるっておかしいわ。その中ではチームに乗り切れてない人もいますね。みんな100万ずつ上げてこっと。それだと平等じゃん。みんな100万ずつ下げたら平等だから。そういう作戦に騙されていく選手たちであった。口だけの作戦に騙されていく選手たちであった。田中引退か。田中引退。マー君が来年から監督。雄平監督クビ。早っ。あー、雄平監督クビもなんかもうかわいそうだな。功労者のにな、雄平は。マー君のネームバリューに負けちゃったな。やっぱ名前がでいいからね、マー君は。田中将大監督って絶対期待もんね。コメント欄で、なんか投手の、じゃあ野手サブポジ持ってないけど二刀流並みのなんかえげつない選手来ますよっていう、たまにそういう噂を聞いたんですけども、本当ですか。こいつ強くね。ドラ1でしょ。神田ドラ2で取ろうか。
FA もあるからあんまり金使いたくないから笹山だけ取ろうかな。笹山はまあ普通に活躍するでしょ。そうなったら野手候補野手が強い。アイス取りたいな。だいたい野手能力高いやつ。こいつこいつこいつ神田。神田野手能力高くね。こいつもなかなか高いな。立花もここの2人取って終わろうか。あのあいつらが野手力高いんだけど本当に高いのか分かんないんだよね。笹川神田立花去年のルーキーの能力は能力言ってないな。去年のルーキー誰だ分かんない忘れた。もうええや今年のルーキーにしよう。去年ルーキーいたっけ俺取ったっけ。小平とか違う違うの。小平2年目だもんな。あ水尾とかか。一応見てこ水尾ドライチ。まあもう 1軍でも投げてるしね。何試合か。そして橋爪ショートに行ったんだ。橋爪期待の逸材で今年入ったやつは立花笹川。あー死刑持ってんのか。回復部屋いいけどね。ドラフトに神田。こいつ野手能力高いんだよね。ちょっと期待です。こいつも野手能力高いから期待です。この2人立花と神田のコンビをね皆さんご期待ください。源田が帰ってきた。あー強い。山川お声7500万安さ年俸。山本由伸取ろうかな。4700万ならお得だ。根本は絶対。根本1000万安っ。俺根本買い叩けるんじゃないか。2000万5000万ぐらいで買い叩こうぜ。5年契約ぐらいして5000万で5年契約ぐらいしようぜ。お金はどうだ。3点台だがこれ多分無理だな。赤徳がすごいからな。望月 B ランクか。望月出したくないんだよね。まあ最悪出てもいいか望月は。いやーダメでしょ望月は。こいつは6000万の2年契約で7000万でもいいな。4000万の2年契約6000万の2年契約。来い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 。山本根本望月はどっか行っちゃった。望月どっか行っちゃった。巨人行っちゃった。6000万じゃ無理だったか。まあいいや。ピッチャーものピッチャー出口強強。こいつ29歳小林がいる。取れないんだよね。中田翔がいる。お披露宴も悪くないね。すごくこいつ。穴倉か出口だよな。出口にしようかな。出口1年間投げてるしね。上で穴倉伸びがいいから。しかも内角攻め。でも中継ぎしかできないんだよね。こいつ先発もできるからな。出口は先発もできるとこがいいとこだよな。選手としては穴倉の方が高いけど。穴倉じゃシシクラかこいつ。シシクラの方が高いけどいかんせんシシクラは中継ぎなんだよね。そうなれば出口の先発使える出口の方がいいんじゃないかと。先発で回すことができる。うーん、な
でも伸び B でかいや、尻上がりだす三振伸び B 内角攻め、悩む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 。27歳29歳、若さでいくか、出口でいきます。ノムスケ、うん、3.66 ね。1億6000でも取る、菅野は取ったがいい。ノムスケはいいか、菅野取ったし。ノムスケもいいピッチャーなんだけど、やっぱランチョリ奇襲とかになるかな。菅野がまさか取れると、なんだこいつ、何取れるんだ菅野は。有原とかもいるしね。微妙。あ、ノムスケはドラゴンズか。菅野打ち取れたんだね、よかったね菅野。お、誰だ、マー君が殿堂入り。200勝したのマーク、150、あ、マー君、あ、さ、メジャー抜いてるか、メジャー入れてたも200勝してるだろうね。楽天に帰ってきて 1.75 とかして、170、日本だけで172勝だもんね。メジャー行ったら確実にやってますね、200勝。よし、じゃあ今日はここで終わるか。ちょっと眠い、あ、俺もう頭が回んなくなってきた、ちょっと眠いし、ちょっと今日ここで終わります。それでは見てください、さあ、バイバイ。